はいどうも、セブンで買った焼きおにぎりのだし茶漬け、紅鮭と炙りたらこを紹介します。345円。ね、ちゃんとね、英語でも書いてますね。ライスボールおにぎりか。これはあれですね、レンチンして作るやつ で、なんかね、ちょっとこれわさびっすね。お茶漬けだからわさびがついてるんですね。レンチンしてみましょう。はい、ということで、レンジで温めてみました。あれですね、思った以上に焼きおにぎりの形がそのままですね。で、たらこが乗ってて、これ崩して食べるってことですかね。はい、でね、すいません、わさびをね、ちょっと入れ忘れたんで入れます。わさびのね、ちょっと使い方が分かんなかったんでね、おにぎり崩して上から乗っけてみました。